Hey, you guys, こんにちは。久しぶり始めましたかなクリス・モンセンです。今日はですね、お金についてお話しできればと思っております。やっぱりお金っていう話が来ると、このような考え方をお持ちの方がいっぱいいらっしゃると思うんですよね。お金っていうのは稼いじゃいけないんだよって。お金っていうのは受け取っちゃダメなんだよって。で、お金が欲しいんだったら、ちょっと欲しがるのは大丈夫。でも、ね、もっと努力して、働いて、 でそれが足りなかったらもっと辛くこと、もっと努力して、もっともっと働いて、で、それでもお金が入ってこないんだったら、おそらくあなたの努力が足りないんだよ。ね、私の努力が足りないんだ。っていう考え方をお持ちの方がいっぱいいらっしゃると思うんですよね。で、今日はこの考え方、ね、これは本当に現実を見る一つの視点だと思うんですよね。で、別の視点から、 世の中を見えるようになると自分の行動が変わってきてで現実が変わってくる。ですよ、ね、それは自分と会うことをもっとやって続けていくとお金の流れっていうのが入ってくるっていうことなんですよね。 もう一回言いますね,ね。自分と合わないこと自分とつが本当に辛いって感じてもっと働くもっと努力するっていう私は無理なんだっていうそのような考え方、ね、その実際の人生の生き方行動の取り方から、ね、自分がワクワクすること自分がやってて楽しい自分がなんかときめくような時間を過ごせるようなことを もっと続けていくと今度お金が流れてくるっていうこの視点この現実の生き方をちょっと説明したいんですよねでここの話の1おそらくナンバーワンのポイントっていうのがここなんですよでそれはねこの考え方はお金を稼ぐっていうのがゴールではないんですよねもう一回言います ね、このときめく時間、ね、ワクワクすること、本当に心がやりかえを感じて、自分が本当に心から喜ぶこと、ね、これを実際にビジネスにしたりとか、副業にしたりとか、ね、そうやってお金の流れを作っていっていくと、他の誰かのためにも役に立ちますよね自自分分ががやること自分がね。 注ぐエネルギー幸せのエネルギーを通して誰かが幸せになるそしてその人が幸せになったら、ね、ちょっと湖に石を投げるようなイメージでエネルギーが広がっていくじゃないですかそのような感じで幸せが広がっていくね実際に税が生まれたりとかお金の流れが生まれてきてお金が戻ってきてで今度このお金でどうやってもっと幸せを広げていくんだろうね お金があなたを応援してくれるっていう形になるんですよね。ねなので、この英語で言うと、LACK っていう言葉、ね、今足りないんだ。私にはお金が足りないんだ、ね。私には努力が足りないんだ。今の人生は自分には足りないんだ。自分の求めている幸せが足りないんだっていう、この視点から、 ね、考えると何がゴールなのかっていうとお金がゴールですよねお金があったら自分の悩みがなくなるんだお金があったら辛いことをしなくていいお金があったらもっと働かなくていいお金があったら幸せになれるっていう考え方なんですけれどもねなんか宇宙の引き寄せの法則っていうことでその今足りないんだっていう現状から行動をとっていくと。 ね、何が行動の結果になるかっていうと今足りないんだっていうこの結果が戻ってくるわけなんですよね。でこれを視点を変えてもし今十分あなたにお金が本当に毎月十分お金が入ってきていて本当に幸せな暮らしができる、ね、大丈夫なんだって豊かっていうのは本当なんだやったってでその今足りているっていう状態から ね、お金を求めるってなるとちょっと考え方が違いますよね。ね例えば、ね、エンドゴールがお金があったら幸せになるっていうことではなくて、ね、もうお金が十分あなたの世界にあったらあなたの人生に足りていたらあなたは何をやりたいですか、ね、何をするって、ね、でその行動をね よく見ていくとおそらくその行動は自分が本当に喜ぶ行動だと思うんですよね。ねなんか本当に、ね、もっとワクワクすることをやるとか、ね、もっとときめくことをやるとかときめく時間の過ごし方ってありますよね。 でその自分がその幸せなエネルギーを自分の,サ,あのサービス、商品または自分のビジネス、副業とか自分の会社とか自分のキャリアに、ね、そのエネルギーを入れることによって周りの人たちが幸せになっていきますよね。でそうすると、ね、お金が戻ってくるときにあなたは今度何をもっとやりたいのか。 もっとこの幸せを広げていくっていう行動にを続けていくと思うんですよね。じゃあこれがこのパラダイムシフトっていうか今もう足りないんだっていう状態から幸せを望むと何が結果として現れてくるのかっていうとおそらくもっと足りないっていうね世界の証拠がもっと現れるかもしれないんですよ。でこれをマインドシフトしてもし足りているんだったらっていうこのねなんか宇宙の法則ね。ね I'm fulfilled.I'm happy っていうところから実際に行動をとっていくと何がこの行動の結果になるかっていうとその幸せっていう行動の結果が自分に戻ってきますよね。ね。で やっぱりこのような考え方を学んでいくのは時間がかかると思うんですよね。この幸せっていうのは本当なんだ。アインシュタインがね、うちはフレンドリーなところだよって、ね、言っているように、この大丈夫なんだっていうことを信じて行動をとっていくと、何が起こるかっていうと、必ず壁に当たると思うんですよ。必ず何かのチャレンジに当たって、もう無理だって、トラブルがあるから怖いなってなると思うんですよね。で、その時、ね、やっぱり僕たちは、ね、 人生つらいんだよって、もっと働かないと努力が足りないんだよって、その考え方に戻りやすくなると思うんですけども、この時に何が大切になるかっていうと、壁に当たったらいや、絶対これは自分を成長させてくれることだよって。自分の視点を変える、自分の行動を変える、考え方を変えて、これはね、自分を変えていけるチャンスなんだって。 っていうこの考え方に自分の考え方をシフトすると、ね、そのチャレンジが自分をレベルを上げてくれるエネルギー。ね なんか風みたいな嵐みたいな感じでね嵐にそのまま入るとさとあなたがなんかグライダーみたいなので嵐に入るとわーってなっちゃうんだけどグライダーの角度を変える自分の考え方の視点を変えると嵐のエネルギーがこの翼の下に入ってグライダーを上げてくれますよね同じような考え方それで自分のなんか生きているバイブレーション自分のレベルを高めていくっていうことができると思うんですよね僕は200 21年の3月からオンラインサロンでこの壁に当たった時にどうやって自分の視点を変えていくんだどのような習慣を身につけるとね壁に当たった時にねこのもっと賢い自分が本当に心から求める選択恐怖じゃなくてね自分を成長させるような考え方にシフトできる選択のメンタルトレーニングみたいなのを教えているんですけど。 今月、えっ、ー、と、今8月なんだけど、21年の8月なんだけど、おそらく今月、のオンラインサロンで教えたコンセプトが、ひょっとしたら今まで僕が、ね、いろんな経験を通して自分教えたことの中で、パワフルなこと、じゃないかなと思うんですよね。で、それは、ね、もし、あなたのね、未来に、ね、お金が、 必要な分だけ入ってきてき本当にあなたが幸せで生きていけるっていうお金が本当にあなたの人生、ね、数年後3年後から3年から5年後にそれが現実になっているんだったらあなたはどのような人になっている、ね、あなたの態度はどう変わっている本当にあなたが幸せでお金が入ってきている人生を生きているんだったらあなた朝起きたらどのような考え方 あなたの姿勢は変わっているあなたの食生活はどういう感じに変わっている自分の時間の管理とかどういう人になっていると思うって。で今はね現実がそうじゃないねお金が足りないっていう現実かもしれないんだけどその自分の世界で幸せになっているっていう未来の自分がねやっている行動っていうかそのような考え方を今からやっていくとね現実が 大きくく変わってくるんですよね本当に面白いことに。ねあのでねこ、これ何でやれみたいななんでっていうことを、実はこのフライトプログラムの中のコース、有料バージョンの中で説明しているんですけれども、今日はこの説明をこのビデオであの皆さんに見ていただければと思っております。なのでね、ぜひ最後まで、ね、この動画を見ていただければ幸いです。 Alright, thank you so much, and I hope you enjoy today's video. Alright, それではですね、このビデオではちょっとストーリー、物語っていうのを紹介したいなと思っております。えー、Creating Money っていう本がね、サナヤ・ローマンさんとド w a インパッカーさんがね、書いた本があるんですけれども、この本の中からのストーリーを紹介したいんですね。ね、これあの。 1>, 1億円欲しかった男性の物語みたいな感じになるのかな通訳すると。でどういうことかっていうとねある男性の人があのずっとお金欲しかったんですよ。ね1億円欲しいなって。ずっとねその自分にはなんか自分がきついっていう仕事をやって。 ね、ずっとそれを、ね、10年20年やってたんだけどその間いやもう本当にお金が入ってきたら僕この仕事を辞めるよなとかお金が入ってきたら絶対生き方変えるよねって思ってたんですって、ね、だから今は辛い仕事をやってるんだけどお金があったらこういう夢叶うよなお金があったらこういうバカンス行きたいよねってお金があったらお金があったらってずっと思ってたんですよ。で これね何年か経って、でもなんかお金が入ってこないわけなんですよね、1億円欲しいなって、お金が入ってこない、10年経った、お金が入ってきたって変わらない、辛い仕事があって、辛い人生っていうのがあって、本当にお金があったらいいのになーっていう、あと20年たっ,った、経っちゃったんですよね、20年。20年経って、ある日、ちょっと彼は、なんか向き合う、自分と向き合うことができたっていうか、ひょっとしたらお金入ってこないかもよって。 だったらさお金が入ってこないんだったらもしお金があったらこういうことをやるっていうことを、まあ、できる範囲でやり始めようかって思ったんですって。で自分がよしじゃあお金があったらこういうのやるよな例えばちっちゃい旅行に行くとか、ね、本当になんかバスで行く旅行とか電車で乗って行く旅行、ね、そういうのをやったりとか、ね、そういう形でちょっと自分にお金があったらこういうのやるよなみたいなのをやり始めたんですって。 ね、である日とこういうピアノのキーボードって楽しそうだよねみたいな感じで実は僕なんか子供の時ちょっとやったのかなってでなんかすげえ楽しい思いがあったんだよねちょっとやってみようかって言ってなんかね,ね8000円とかでなんかちっちゃいキーボード買ったわけなんですよでそれでなんかチャーンちゃーんちゃーんちゃーんーとかやってて、ね、で仕事がやっあって仕事終わったらなんかキーボード弾いててで今度なんかこれ面白そうじゃんって言ってなんか自分の 聞いた曲を M P 3にしてねレコーディングしてそれをあのいろんなサイトとかインターネットに出し始めたんですよね。でそしたらすごいいいフィードバックとかがあってあそれいいじゃんみたいな感じで。 ね、ある日そのあのインターネットの,あの音楽サイトみたいなのがあるんですよねそこにアップしたらって言われたからそこにアップしたんですよでどういうサイトかっていうと僕も YouTube で音楽を使う時にそういうサイトに行ってなんかお金を払ってそのお金この曲を YouTube で使っていいよみたいなライセンスを買ってで曲を YouTube に流してるんですよね。ねでそうするとその曲を作った人にもお金が流れていくわけなんですよ。 Okay、でそういうサイトにちょっと自分の曲を出してそしたらちょっとお金の流れが始まったんですよね。でなんか毎月チャリンチャリンみたいな感じでお金が入ってくるようになって大金じゃないんだけどでそしたらその、ね、最初8,000円ぐらいのキーボードを、ね、なんか数万円のキーボードに変えたりとか最初はなんかそこら辺にあったなんかねワークマンのケーブルを、ね、その3,000円のケーブルに変えたりとか。 ね、その専用のパソコンのソフトを買ったりとかいいパソコンを買えたりとかやってその自分がお金があったらこういうの買うよねっていうところにそのお金が入ってきたからそれに使っていったらねその自分のクオリティも上がってきたんですよね。でもっと、ね、そのレッスンを受けるとか、ね、いろいろそういう専門的な技術を学ぶっていうこともできたのでその自分のなんか作っている曲のレベルも上がってきたと。 そしたらもう本んにある日奇跡のようになんかハリウッドの映画のプロデューサーみたいな、ね、形の人から連絡みたいなのが来てでこういう映画があるんだけどやってくれないかみたいな感じでなんと映画のハリウッドの音楽の曲もなんか作れたとなんかその中に入る、ね、リズムなんか曲を作れたとえー、みたいな話なんですよねでそこからのお金も、ね、いい流れのお金が入ってきて ね、そしてその、この流れで、ね、その辛いなっていう毎日やってた仕事をやめることができてで今は本当に自分がワクワクすること本当に心からやりたいっていうことを毎日毎日夢のように続けることができてもちろんチャレンジもあると思うんだけどね,ね,ねそういうのでそのお金の流れっていうのが入ってきて今そういう生き方をしているっていう話の紹介なんですよねこのストーリーが。すごいなって すごいなって僕はこれ本当に思います。ね。やっぱりその、このストーリーには3つのレベル、ね。このメインキャラクターの本当の3つのレベルがあるんじゃないかなっていう思うんですよね。で、最初は、その、やりたくないなって。やりたくない仕事をやって、お金があったらこう変えるよなって。ね。お金がないから僕はこういう生き方をしないといけないんだっていう、ちょっとそのようなバイブレーションというか、そのレンジ、レンジ。 あのそ,のそのスペース、その高さのバイブレーションの生き方っていう。で、次に何が起こったかっていうと、ね、自分と向き合うことが、それが20年続いて、もう変わんねえんじゃねえのってあって、じゃあお金があったらこういうのやるよねっていうのを、今ある範囲でやっていこうって、ね。それで、その次のレベルに彼が行ったと思うんですよね。自分が本当にお金があったらこういうのやるよねって。もう自然な状態、自分のナチュラルな状態で、こういうワクワクすることをフォローしていったと。で 次に何が起こったかっていうと、ね、それでお金が入ってくるっていう。不思議、不思議なことですよね。お金が実際にそれでお金が入ってくるようになったと。で、それを続けていったら、おっきいお金になって、で、その最後のレベルはもう本当にそれで、ね、好きなことで生きていける。それでお金が入ってくるっていう、ね。そうやっていっぱいみんなの役に立っているし、人の役に立っているしね。っていう話なんですよね。なので、ね。 このどうやったらお金が入ってくるのかっていうこと、これが、このなんかビデオのテーマっていうのがあって、もしあなたが何か,なんかお金が欲しいんだなって思ってたら、お金があったら何をやるのかって、それを今から自分の、やり始めていただきたいんですよ。やり始めていただきたいんですよ。 あなたの例えばそのビジョンプログラムを作る前も僕はお金欲しいなと思ってた時にお金があったら何をやるかって絶対ビジョンプログラムを販売するって面白いのはそのビジョンプログラムを販売作って販売したらお金が入ってきたんですよねもう一回言わせていただきますねこれすっごい当たり前でで深いポイント、ね、お金が欲しいなと思っててじゃお金があったら何をするのって 僕はビジョンプログラムを作ると。それを販売すると。それをやったらお金が入ってきたんですよ。お金があったら何をするっていうことをやったらお金が入ってきたんですよね。ね。皆さんもお金があったら何をするかって、ね、そのエッセンスを掴んでいただきたい。 なので今月何を,ワー,をワークを通して何をやっていくかっていうと、あなた、お金があったら何をやるかっていうエッセンスを明確にして、それをぜ,ぜひ始めていただきたいんですよね。ね例えば、ここに五百円玉がある、ね、コインがあると、プラスとマイナス、流れるっていうのがあって、受け取るっていうのがあるんだったら、ね、お金を受け取りたいんだったら、自分で動き始める、流さないといけないエネルギーを。どっちの方向に自分を動くのか、どういう感じで時間を使うのか。 ね、なんかテレビを見てビデオゲームやってなんか無駄な時間を使うのか無駄に時間を使うのかそれか勉強したりとかやりたい行きたい方向に動くっていう行動を取るのか、ね、そうするとエネルギーの流れが入ってくるで今度その受け取り側の心のブロックお金を受け取っちゃだめだよとかそういうねそういうブロックは外していかないといけないんだけど、ね、そのワークもやっていくんだけど、ね、今月はどっちの方向にあなたは動いていくのかっていうのを明確にしたいなっていうことです。 で、ちょっとね、最後に、えっ、ー、と、しの、えっ、ー、とですね、りゅ原さんっていう、えっ、ー、と、方が、アムステダストラダム、ポランドの、オランダの方にいる、ね、日本人、昔日本に住んでいた日本人の方が、The Magic of Manifesting Money っていうね、Magic of Manifesting Money っていう本を書いたんですよね。ね、しの原りゅうさんっていう方なんですよ。で、 彼が、えー、とあの言っているストーリーがあるんで、ちょっとそれを簡単に説明したいなと思います。で、それはどういうことかっていうと、ね、お金を生んでいくっていうか、お金を作っていくっていう、ね、その流れを作っていくっていうのは、ある意味、エベレストに向かって、エベレストを登っていくよ、登っていくっていう、そういうことだよって言っているんですよね。 だからお金を生んでいくお金を流れを作っていくっていうのはエベレストに登っていくこととちょっと似てるよってね。でどういうことかっていうとまずベースキャンプに行ってねそのアルティチュ高い空気薄い空気に慣れないといけない。 高いからそこの場所が。で、ベースキャンプに行って、その具体的な、ね、ベースキャンプから1号目までの動き、1号目から2号目にはこういうチャレンジがあるよっていうのを学んで、2号目から3号目っていう。で、そういうどのようなギ,、ね、ギアを用意するとか、ギアをピックアップするとか、ギアの使い方を学んだりとか、ね、その2号目から3号目のチャレンジの練習をやったりとか、そういう形で実際にそのベースキャンプで時間を過ごさないといけないわけなんですよね。で、 ここがポイントなんだけどエベレストを、ね、登っていくんだったらエベレストを登れる体を持ってないとエベレストは登れないわけなんですよね。エベレストを登っていくんだったら自分の体がエベレスト登れる体じゃないといけないですよね。 だから、そのエベレストね、ねそもそもベースキャンプに行く前からね、ね足におもりをつけて、リュックにおもりをつけてね、ねずっと一日何時間歩いたりとか筋トレしないといけない。自分の体がね、ねそのエベレストに行ってもね、ね登れないわけなんですよ。ね。ねエベレスト登りたいんだったら、エベレストを登れる人にならないといけないっていうことは、ね。 あなたがこれから、ね、お金の流れっていうのを、ね、作っていく、この流れっていうのを作っていって受け取っていけるんだったら、あなたがその人にならないといけないわけなんですよね。あなたが実際にそのお金を作れる人、受け取れる人にならないといけない。っていうことは、あなたの行動もお金が流れている人の行動に変えていかないといけない。 あなたの考え方、あなたがなんかチャレンジがあったとき、問題だと思ったときに、ね、恐怖を信じるのか、それかポジティブで、これは自分を高めてくれる、ね、あのチャレンジだって思えるマインドを持つのか、そのマインドがないと、このチャレンジを乗り越えることができないんですよね。だから、エベレストを登る前に、そのマインドを持ってないといけない。 お金が入ってくる前にそのマインドを持ってないといけない。だから今お金が入っていない状態でお金が入っている人に変わらないといけないんですよ。中身が。だっていずれあなたにの人生にお金が入ってくるんだったらあなたはその人に変わらないといけないんですよねで。その人に変わっていくとお金が入ってくるわけなんですよ。お金が入ってきたらその人になるよじゃなくて あなたがその人に変わっていくと変わっていくからお金が入ってくるんですよね。ね例えば2合目とエベレスト登ってるときの登る時の2合目、ね、ベースキャンプから1合目2合目2合目から3合目に壁があるよって。壁があるよって。でこの壁を乗り越えることによって3合目に行けてで3合目から4合目に行けると。でね。で ベースキャンプでこういうことを学びますよね。ね2合目から3合目には壁があるんだよって、ね。あなたのビジネスも同じですよね。あなたが今後やっていくところに必ず壁が出てきますよね,ねで。その壁に当たった時に、ね、あなたはこれ無理だって思って恐怖のエネルギーを信じると、その2合目から3合目に行けないわけなんですよ。えで 必ず壁に合うから、実はこの壁が自分に必要な学びを教えてくれるんだって。時間をかけてもいいんだ。焦らなくてもいいんだ。私はこの壁を登れるから、登るから、登らないといけないから。ね<え>。っていう形で、この壁がチャレンジだっていうことを知ることによって、ね、知っているから、壁に当たったらこれがチャレンジだ。よし、来たなって感じで、でそうやって用意、ドーンって壁に当たっていくと、今度その壁の、 登り方っていうのを自分で見つけることができますよね。でもそもそも壁に当たって、ね、壁にダメだって思ったら次のところに行かな,行かないじゃないですか、ね。だからあなたの人生のエベレストには2号目から3号目のところに必ず壁が出てくるんですよ。ね、その時にあなたが、ね、よし壁だっていう形のマインドを持っていってよしこの壁から学ぶぞってこの壁で自分この壁が自分を成長させてくれるぞって。 そのマインドを持ってないと、その壁を登ることができないんですよね,ね。で、本当にお金の流れっていうのが入ってくる人生を行っていくんだったら、特にビジネスとかね、そういうこと職とかで自分の,あの職、ね、仕事だったら必ず壁って出てきますよね。で、お金を持っている未来のあなたっていうか、お金の流れが入っているあなたは、その壁を乗り越えたあなたですよね。だから、 あなたがこの壁を乗り越えれるようなマインドを今持ってないと。で持ってないとそこにたどり着けないわけなんですよ。ね。ちょっと今、この深い話、ね。その好きな,なんかお金があったらこういうのやるよなっていう感じで20年生きてたんだけど、それがうまくいかなかったら、じゃあもうやり始めちゃったって。実際に動き始めたって。そしたら流れがついてきたと。ね。 このエベレストを登っていく形、ね。今、お金がない状態でお金が入ってくるような体を持つ、マインドを作る、ね。エベレストを登っていく前に、エベレストを登れる体を持たないといけない。お金がないんだけど、今、そのお金があったら何をやるのか、お金があったらどのようなマインドを持つのかっていう、そのトレーニング、その動きを始める。動きを始めると、リターンが回ってくるから、エネルギーって回ってくるから。 Yeah, そのようなこれが大切なポイントだと思います。Alright Thank you so much And I'll see you in the next video Alright どうでした本当に最後まで見てくれて本当にありがとうございます。ね。お金の流れっていうことがちょっとなんか普通のこのオールドな昔の考え方これ辛いことをやらないとハードなやり方をしないといけないんだっていうね。そういう感じからあ自分でもこの流れって作れそうじゃんっていう感じにちょっとパラダイムシフトがあったらね考え方のシフトがあったら嬉しいなと思っているんだよね。でぜひねこのストーリー面白いなと思ったら続きとかもいっぱいあるので本当にそのね自分のエッセンスを 探していくね何を求めているんだどういうことやったらもっと幸せになるんだっていうこのエッセンスをつかんでいったりもっとお金についてのその心のブロックを外していくこととかいっぱい入っているのでぜひですね今無料で試すことができますので1週間無料試すのことができるのでここのカードのリンクからねあのクリックして僕のサイトフライトプログラムをぜひね始めていただければ本当に嬉しいです。ね、I I think you'll be happy. マンスリーのこういうコースが毎月こういうコースが出てきたりとかライブでズームを通してこのマンスリーのテーマを話したりとか Q&A、ね、僕に直接ライブで質問できるっていう場所もあってあとあの瞑想のコースもね瞑想のやり方コースっていうのも入って他のボーナスとかもいっぱい入っているのでぜひ1週間試していただいて本当に自分と会うんだったら続けていただければ I would love to have you.